こんにちは。こんにちは。今回はキャベツ、ヤングベッチュ、これをキムチ漬けにします。ヤングベッチュをこっちょりはげすみだ。まずはキャベツ1個を2分の1半分を使ってください。まず芯を取ってください。これを半分切って、今回はちょっと太めに切ってください。こんな感じで、こういう風にカットしてください。切ったキャベツに塩約 50g、 分量によって 50g だけど調節してください。塩を振りながら少しずつ揉んでください。味が染み込むように、塩が効くようにちょっと揉んでください。今回は直接味付けしますから、家で簡単にできるものにします。こういうふうに塩を振って揉んで約5分から10分ぐらい味を染み込ませてください。じわっと水分が出るようにやってください。大体10分ぐらい置くとこういう感じになります。これを水が出るか出ないかぐらいの感じになってます。これを塩抜きします。塩抜きします。これは軽く塩だけ抜いてください。塩抜きしたキャベツをちょっと絞ってください。こういうふうに絞って水を抜いてください。はい、材料が準備できたら今度味付けします。本だし大さじ1杯おろしにんにく1杯砂糖大さじ2杯唐辛子大さじ2杯、はい、調味料を入れたら今度混ぜてください。
お家で簡単にできるキャベジのキムチ漬けです。好みによってごま油とか入れても大丈夫です。はい、盛り付けします。はい、できました。今春のキャベジは美味しくて安くてすぐできますから、みんなやってみてください。美味しいです。サラダ感覚にもなります。キムチの味もしっかりします。やってみてください。